こんにちは、大阪サンスター山口です。山田です。今日はですね、今週末京都競馬場で行われます如月賞の展望の方をしていきたいと思います。はい。まあ、人気的にはね、素質馬のアルジャンナがやっぱり人気しそうな感じですけども、加賀さんどう見ますか？そうですね、はい、まあ、前走東京スポーツ杯、はい、相手がね、本当に戻れるね悪すぎたし、はい、すんごいパフォーマンスでしたよね、勝ち馬が。まあ、それがね、ちょっと規格外だったのかなっていうことを思うと、2戦目で初めての東京に行って輸送もこなした中で、この馬自身の走りっていうのはしっかりできてきたかなと思いますし、ね、なかなか初戦から上腕になったりいろいろありましたけど、着実に1戦ずついいものを見せてくれてるなと思いますけどね。まあね、ここ2戦っていうのが本当荒削りというか、まだまだね、伸びしろを感じさせる内容で、まあ、2戦、それでいて、まあ、前走も重賞で2着ですから、やっぱ持ってるものはね、すごいかなと思うのと、まあ、ただ人気してますからね、まあ、初戦もそうでしたけど、結構気象的にね、前向きさもあるんで、まあ、その辺をこう、川田ジョッキーがね、うまくなだめながら、ね、競馬をしてた印象ですけどもね、そこが、まあ、レース3戦目でね、こうより前向きな方に出て、まあ、折り合いがなんていう場面もね、この人気だとね、ちょっとね、イメージに穴党としてはね、してみたくもなるんですけども、まあ、あとね、G1 3着のね、グランレーなんかもね、はい、まあ、いてますけど、まあ、前走が人気がね、14番人気だったんですけども、まあ、本当すごい足で、ね、突っ込んでいきましたけど、まあ、今日の取材であったりどうでしたか、ね、そうですね、まあ、ちょっとね、なかなか内向き難しい面であったり、ちょっと頭の高いフォームであったりっていうところ、まだまだ、課題というか、このまま荒削りの部分があるみたいなんですけれども、はい、まあ、前走のね、G1 での足なんかを見るとやっぱり持ってるものっていうのは相当なものがあるとこういうことですし、あともう一つ言われてたのは、木造騎手はですね、前に壁作って運びたいと、体力的なもので距離が一波の伸びるのは大丈夫なんだけど、やっぱりそういう難しい面があるので、うまく壁を作って運べる枠引きたいという話もしてたので、そういうところではね、金曜日の枠順、特にこの初等数ですしね、ペースちょっと落ち着くと思うので、そのあたり一つポイントになってくるのかなと思いますね。そうですね。うん、はい。まあ、あとはどうでしょうね。そうですね。まあ、結構昔はディープインパクトを買えばみたいなレースだったんですけど、近年は割とね、まあ、バンバン天気も悪かったりして、パワーもいる感じになってきてるんで、そうなるとね、ギベルティなんていうのもね、面白いかなと。はい。まあ、先週の日曜日も確かオルフェブルサンクのバイオスパークがね、穴開けたり、してますし、まあ本当ね、両馬場だとしても結構京都がね、皆さんどの陣営どのジョッキーに聞いてもやっぱね、京都のアレババっていうのは一つどのレースに関してもポイントになるっていうね、話がよく出てくるんで、まあそうなるとね、やっぱ初戦でね、中山っていうタフなコースでね、走ってる、このギベルティっていうのがね、少しいいポイントというか、全体の流れとして鍵になる馬にはなるのかなと思います。まあ、調整に関してもね、小島厩舎ならではのというか、まあ、お得意の立冬滞在で、まあ、しっかりとね、調整もできていますんで、まあ、そういうことを考えてもね、まあ、ちょっとね、相手関係が難しいんで、どういう人気になるかはね、ちょっと読みづらいところではあるんですけども、まあ、ちょっと、面白い存在なのかなというふうには思いますけどね。はい。ね、はい、その辺りが中心になっていきそうですかね。はい。まあ、またね、週末天気がね、崩れやすい時期でもあるんで、まあ、なるとね、ガラッと結果も変わったりしますんで、まあ、じっくりね、ここからまた考えてね、予想の方していきたいと思います。はい、ありがとうございました。